どうも動画をご覧の皆さん、カルメラです。よいしょ、カルメラです。この度は、はい、11月の15日日曜日、日曜日、はい、ザッツエンタメジャズアワー横浜編、はい、モーションブルーにてワンマンライブをさせていただくことになりました。よいしょ、モーションブルーに関してはね、ちょっと1回目は、はい、ボヘミアン・ブルーと一緒にやってもらって、2回目はソッフェと一緒にやってもらって、はい、なんと3回目にして初めてのワンマン、嬉しいです。ありがとうございます。でもね、当日はね、もう盛りだくさんの内容にするつもりなんですけども、はい、どんな内容になるか。いやいや、それね、けどどんな内容になるかを全部明かしちゃうと、まあ、う全部言ってもらおうもん、曲全部言っちゃうもん。曲は MC、こんな MC 言うて、そこまで言う。1回目の MC で小林が盛大に滑ります予言で、予言でまあまあ、でもね、本当に曲がね、たくさんね、はいはい、もうもちろんいつも、いつもの曲を、おなじみの曲から、まあ、おなじみの曲もね、いつも通りにやったらやっぱ思わないんで、はいはいはい、おなじみの曲をやっぱモーションブルーの上質な雰囲気に合う、すごく召喚がさらに溢れるようなアレンジに仕上げますし、上げていきますね、ハードルをね、はい、もうそれも飛び越えていきます、はいはい、なかなかね、皆さんがカルメラのお客さん、ファンの方が楽しみして、なかなか聴けないような曲もあったりとか、そうやね、そうですね、大阪編をね、先月やったんですけど、大阪編ですごい好評を博しまして、その内容をさらにブラッシュアップさせた、ビルボードでバカ受けやったやつもあらららら、なかなかないですよ、音楽のライブで、はい、笑いもあって涙もあったり、なかなかないですからね、ちょっと音楽ジャズ界の新喜劇目指していきましょう、はい、僕たちエンターテイメントジャズ、はいはい、それの真骨頂のライブをその日お見せしたいと思います。なんかあっちゃんの香川名物なんかパチパチ感じてる香川名物って言うんですよ、香川名物って言うんですよ、コシコシうどんみたいな、すごいやん、コシコシうどんみたいな、本当にね、1曲目の予作から楽しみにしてあんま聞こえてへんし、予作はしませんけど、予作はしませんけど、はい、本当にえ、こんな曲もとかっていうのとか、はい、こんな感じで泣けみたいな、はい、泣かしていっちゃう、はい、演出もいっぱいあります、ね、泣いたと思ったら次笑わなきゃ、忙しいね、そうなんです、忙しいんですよ、もうね、その日終わったらもう口角がすごく筋肉痛になって、みたいなライブをしたいと思っております。よろしくお願いします、はい、素晴らしい内容になりますので、はい、皆さん2015年11月15日日曜日はモーションブルー横浜に遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。カルメラでした。